地下にもいそう。起こしようかな。やばいけど、まあ、あの、逆に空爆の音がありがたいわ。ありがとうございます。もう逆に一生ほっといて、死ぬまでほっといたらおもろいかなと思ってクリプトなんでやめたの？ああ、俺？いや、なんか、ノラ、違う、クリフトでな出てこなかったキャラが。いや、あれ、なんか、ノラだとあんまりコミュニケーション取れないと弱いよ、みたいな。ナイスー。どこだ、あれ。多分、あ、どっちか。もしかして僕のことですか、あれって。そうそうそう。あれ？あ、いつものことかと思った。同じです。カービン以外何使ってる？アイビン。え？カービンって何？カービンって。カービン、あー、あの301。あー、普段使いの話。うん。あー、あとね、スピットファイヤーが使いやすい。あんま強くないらしいけど。またキャバスター見に行きますか。OK。アイミンちょっと離れてるわ。ああ、行ってもいなくてもかんないし。おい最初ランチまでの練習結構大事なんで、アイミンさん頑張って。そうさ、最初わかんなくて。ああびっくりした。危ねえ。普通に結構危なかったら、後ろからパッチしてるから突然殴ろうかな。どえっ、なに、なんすか。いや、あれ殴りました今。何を？僕を。いや、なんか僕のだって言いながら。リピーターありましたよ。え、って聞いた？もしかして。いや、なんか、なんだこの赤いやつ。いいかもしれない。この赤い炎の塊なんですかこれって。あ、終わった。あ、なんだか。ペリカン、おしっこ。いや、言いはすると思う。声しゃべって、ね、あ、おい、ミュートになってた。ずっと喋ってるつもり、一緒に喋ってたのに、ね、できてなかった。あれ、そういえばルールが変わったらポケモン動画を上げるって誰かが、うん、言ってたような。ルールは確かに大幅に、アイビンがやってるしポケモンみたいなもんでしょ。アイビンはついに俺のためにポケモンの動画サボってたからな。いや、自分が今まで見てきた人間と同じことをやってしまったから。いや、こうなって分かってたから手を出してなかったんですよ。いや、もうポケモンなんてやんないほうがいい。対戦ゲームを、うん、ポケモンしか対戦ゲームやってない人間は幸せなんだよ。そうなんですよ。いや、僕わざとそれやってるから。他に手出したら絶対やんなくなる。他の対戦ゲームやってしまうとね。そう、まあ、このゲームやばいけどな。なんか上ちゃんと対戦ゲームとしてやるとするとチートが普通にいるから、うん、ポケモンってそれ考えるとめっちゃ平和だから。他共有とかチートみたいなもんだけど。あ、敵がどうしめた。こっちだ。逆回ってるぞ。オッケー。あれ、もう終わり？終わる。オッケー。やれ。いや、マスティフの方が当てやすいな。痛い。どうした？いや、誰かに殴られた。え？敵いないけどな。誰だったの？気を使う方がいいかもしれない。気を使え。あの、あれも、あれのボタンで。紫。紫のアイテムが出る。痛っ！え、なんで、今移動したの？で、え、ロボットの能力？ん？
何を言ってんの、サポでは。え、なんか今、動いた俺。え？全然何の話かわかんない。アイビン頑張れ、610円。ありがとうございます。でも、ペリカさんもらってんの。ありがとうございます。おー、ナイスで。欲しいんか、アイビン。センキュー。あ、待ってもらっていい？あー、助かった。ありがとうございます。戻せるかな、外だけで気に入るか。アイビン起こしたよ、もう。え、起こした、うん、あ、え、あ、そういうこと、ここまで来た。ダメだったらただの、はいはいできてた。お、ぶね。あ、違う、別に。いや、本人本人の方も近くに来た。ゲームじゃなくて。違う。何やってんの。いや、普通に落ちかけたわけさ。そのゲームの中で落ちかけた。落ちかけて叫んだけど、別に普通に下地面だったっていう。椅子から落ちかけて落としたので。いや、ゲームで落ちかけて、焦って椅子から落ちかけて、両方で危ない。おお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 おごめんなさい。どうですか。ありがとうございます。ああ、一応寄っとくか、それ。出てくるかもしれないし。おお、ラッキー。起こしたところに、角間が紫があった。お、助かる。ありがとうございます。あ、バカ。え？フグミスト。やばすぎでしょ。おーおーおお。わあ、ジップ中にスライディングを通してそのまま死んだわ。エミンさんまだいいんすか。見てください。ちょっとこの試合で終わろうかなと思ってるんですけど、ちょっと新キャラゲットしたんで。ああ、ちょうどいいです。ホライゾン、いや、ランパート。は、嘘だよ、嘘だよ、ホライゾンだよ。ランパートにセーブ。ディスコから削除するとこだったな。次でしょ。出た頃はペリカンさんあんな楽しそうに使ってたのに。強いと思ってた。